さあ、階級王の一人いるだけでも違うね。って言われた。気持ちいいな、もういいや、金出しちゃえ。邪魔くさいし。褒めてくんない？私たちは、塔を見張っています。塔を見張っています。なんか大事な卵で守ってる感じだね。大事なもの見たいですし、押し通ろう。言い切らないな。私たちは、不審者を退治します。で冷静に考えたら、こっちに選択の余地なく戦い避けようと思って襲いかかられるばかりじゃない。みたいだな、じゃねえ、この野郎。何抜かしてんだ。いや、戦い方今もさっきと同じでよかったのか。片方邪魔ついたし。痛い。封じ投げてるので、ここにやりましょうか。お、レベルあるのかな、こいつは。かなり。デリシアも使えないかな。あの、どういけるかな。あっさり、めっちゃあっさり。いやー、見え切らねえ。ここで入れるタイミングじゃない。いやー、でもなんか、ゴメス通してからめっちゃ楽になってるんだけど、今。あー、マイクテスト。ぬははは、ようこそ魔王デシアードの恐怖のバトルタワーへ。なんだ、こっちは綱が離れてるみたいだな。戻っか。たまたま塗り娘助けたくはないのか。助けたいが助けたくないかで聞かれると本気で嫌だが、成り行き任せるここまで来てしまった。私なんか本の売り込みやってきただけなのに変に踏み突っ込んでしまったせいでこのところまで来てしまった。塔の最上階で素敵なディナーを用意してるよ、カレーとか。おい、メガネ、フレイを返せ。
あんたたち自分が何をしてるか分かってんの？お前ら食いつく、食いつくか？なんか策略を出すのがバカらしい。ええー、まあ、とにかくお前たちがノビ娘を助けたく、もとにご飯が食べたかったら、各人の達人を倒してたどり着くことだ。え？各界の達人を倒してたどり着くことだ。なんと少年漫画によくある感じのタワー勝ち抜き選手権ね。でもそういうことだ。ではまず1回戦の対戦相手を紹介しよう。ああ、教団指示いかに。魔王ビーム。リサマとバサマをやっつけた。さあ、早く行くぞ。王族の食べるカレーとやらを早く食べてみたいもんだ。目的のためなら空気を読まないその姿勢。あっぱれよ、あっぱれし。当たり前で私を誰やと思ってる。全然褒めてないんだけどな。くそ、お年寄りを邪険に扱い合って。だが次の回の精進はこうはいかんぞ。楽しみにしておけ。確か外から見たところ、この塔は5階建てだったな。あと3体倒せば王侯貴族のカレーにありつけるわけか。でもまあ、私もちょっとお腹空いてきたところだ。一口飲ませてもらえば行きましょうですし。君たち。その頃。今から判決を言い渡します。被告人 X 死刑。ヒューヒュー。のぞきになって最低を死んじゃえばいいんだわ。ちょっと待てー。まだ始まってから10分も経ってませんよ。いや、それが犯罪が増えてきたので、しょぼい事件については簡略化する方向で進んでいくことになっています。死刑判決しておいて何がしょぼい事件だ。この私の犯人追及の手腕が優れていることの多大な要因なんだかな。あと突っ込みどころそれだよ。僕の弁護人どうなってんだ。これは最新型の弁護四駆だから、それを使って負けた以上、君にもはや弁護の余地はないのだよ。何が弁護四駆だ。とにかく君の死刑は確定した。死刑は3日後に行われ、自分の罪を悔い改めるのだな。そんなバカな、僕の青春がこんなところで終わってしまうなんて。えっちゃんからの感謝度が最も高くなるタイミングを測って、ライラちゃん参上。うわぁ。そして今、弁護士と検察官はなんか突然死んだので、裁判でやり直しを請求する。何その理屈。お前気を頼りになる。俺だ？ちょっとだけ。こら、何ですか？突然乱入してきて、作者が鳥肌を立てるようなセリフを吐くなんて。あれだけで？それにさっきの判決はすでに確定しています。これ、理屈がありませんよ。お風呂を覗くぐらい男の会場でしょうが、私なんかはぜひとも覗かれたいところだよ。ヒューヒュー。愛だわ、愛だわ。いや、私とはこんな更新の面前で。それに僕はどう反応してあげればいいんですか？男ならキスだ。いいえ、投げキスよ。無責任な大衆め。というわけで、私は公衆の面々で、面前で、キスあるやな、キスで愛を確かめよう、新鮮なぎしするか、そこをどけ。まあ、投げキスはとにかく、いいやなんで、事故の除きで死刑判決は条件を一致しています。どうなったんですか、今のこの国は。何をしてる、こいつらを捕まえろ。うるさい。ふん。見たなぁ。首が喋った。あ、裁判長として職業的な意味で首を切られかねない裁判をしてかしたって意味で物理的にも首になったんでしょうか。おお、なるほど、うまいこと考えるね。ずいぶん余裕だな、おい。しかしその余裕もここまでだ。私が不審の姿を見た者には死んでもらう。なんでさ。冷戦ばっかりでめんどくさいなぁ。収録1週間になっちゃったし。やん！てかまたあのイベント見んの？いや、切ります。ちょっと、まあ、いいや。次の戦闘もどうやるかは裏で考えておきますね。あっち。もう疲れたな。はい。てなわけで、魔王という死の診療中、まあ、どうなってるかわかんないんですけども、一旦切らせていただきます。では、ご視聴ありがとうございました。